ます竹内豊さん松雪泰子さん坂口健太郎さん黒島ゆいなさん池田雄人さん板尾一二さん村本大輔さんそして長野博史監督になります映画アットホームプレミアム社会以上の皆様で行ってまいりますどうぞよろしくお願いします ユナイテッドシネマ豊洲の一番大きなスクリーンでの舞台挨拶になりましたさあそれでは早速本日ご来場の皆様に向けて一言ずつご挨拶をいただきたいと思いますまずはキャストの皆さんからのご挨拶になります主演父森山和彦役になります竹野内豊さんですこんにちはこんにちは,にちは暑かったんじゃないですか えー、あのーえー、こんな暑い時にあのお越しいただきまして、えー、本当に、えー、ありがとうございます、えー、まあまあよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました続きまして妻さつき役になります松雪康子さんですこんにちは、えー、本当にお暑い中お集まりいただきありがとうございます 大切にあの作り上げた作品が今日こうして皆様に見ていただけるということで本当に大変嬉しく思っております。ぜひ楽しんでご覧になってください。どうもありがとうございました。続きまして長男順役になります坂口健太郎さんです。あこんにちは坂口健太郎です。えっと本当に、えー、素敵な作品に関われて、えー、こうして。 えー、皆さんの前であの披露する機会を設けてもらってありがとうございます今日はあのゆっくり楽しんでいってくださいどうもありがとうございました続きまして長女あすか役になります黒島由依奈さんですありがとうございます,、えー、っすえっと黒島由依奈ですえっとこの作品が今日皆さんに見てもらえてすごい嬉しく思いますよろしくお願いします。 どうもありがとうございます続きまして次男たかし役になります池田裕斗さんです森山たかし役の池田裕斗ですよろしくお願いしますどうもありがとうございます続きまして板尾一二さんですこんばんは一番のお腹の減る時間ですけど頑張って映画を見て帰ってくださいよろしくお願いします どうもありがとうございます続きましてウーマンラッシュアワーの村本大輔さんですえこんにちは暑かったんじゃないですか,ですか、えー、本当にあの素敵な映画に今回携われたということで、えー、本当に面白いあの最高の映画ができました、えー、出演者代表してお礼させていただきますありがとうございます <laughs> はいどうもありがとうございます 伊藤さんいいんですか横で。大丈夫です。はい、あのもうずっとマイクをこうスタンバってましたから。はい。<laughs> もう喋りたくてしょうがなかったんでしょう、ねはい。かかってますから。<laughs> どうもありがとうございました。<laughs> そしてこの映画の監督になります。蝶野宏志監督です。えー、監督の蝶野です。あの最近本当に暑い中本当に、えー、今日はあこの映画のために来ていただいてありがとうございます。 まあ、この舞台挨拶とあと映画を見て、えー、楽しんでもらえればと思っていますので一つよろしくお願いいたしますどううもありがとうございました <laughs> ではスチールカメラマンの皆さんここからはフラッシュなしでお願いいたしますあの原作があってそして映画の構想が4年というふうに聞きましたついに映画が完成しまして8月22日公開ということでおめでとうございます まずは竹之内さんと松幸さんにお伺いしようと思いますがこの映画、はい、お二人がまあ出演というのが決まった時の率直な感想というのを聞かせていただけますかえっと率直な感想そうですねあのまあ決してこうエンターテイメント性の強いあのそういうこう 物語の中でこう大きなうねりがあったりとか、えー、まあそういうものはないあの非常にこう静かな作品なんですけれどもでもその中にこう秘められている、えー、何かこうあの生きていく上であの非常にこう大切なことというんですかねあのそういうことがあのまあそういうことだったりあと希望がちゃんと えー、あ,のある作品だなと思って、えー、本当に、まあ、自分がこう読んだ時の、えー、思ったその気持ち言葉ではちょっと言い表しようがないんですけどうんあのいい作品にとにかくできるといいなと。 思っていいまました、はい、ありがとうございます松之さんはいかがでしたか、はい、あの脚本を読ませていただいた時にとてもあの美しい脚本だなと思いましてであの多くを表現しすぎてない分業界にすごくこう豊かなものがたくさん流れていてであの現場に入った時にこれ をまた蝶野監督がおりになってこのキャストであの立ち上がっていく過程でたくさん膨らんでいくんだろうなというのがすごくあの想像できた作品だったので非常にあの入る前にはとても楽しみにしておりましたそしてとても素敵な作品になった,ななったんじゃないかなと。 ありがとうございます野監督今松幸さんもあの素敵な美しい脚本っておっしゃってましたがもともと短編なんですよね、ええあのー、短編で、まあ、ご存知の方もおられると思うんですけど結構、あのー、長編じゃなくて短編を映画にするっていうのは、まあ、僕個人的かもしれないですけど非常に難しくてというのはやっぱり短編っていうのは一行にこう凝縮されてるのであと今松幸さんがおっしゃった行間とかが。 まあそれをこう膨らましていくというか表現していくその小説の持ついいところを出していくのに結構まあ僕というよりはまあ脚本家の阿部さんの方が相当苦しんだのかなと思います、まあそれが結果として作品として成功はしているのかなとはちょっと思いますけども、はい、ありがとうございます。ちなみにあの